ため参らせ候老堀内源左衛門先生道場で深く知り合い叔父甥の二音寸だるこの砂の引くに引けない武士の飯村上兄弟一門と高田の馬場で果たし合い60過ぎた拙者には勝ちには一つもござなくそろあっとにのこれむつまやこお願い申す安部殿薄れたそなたじゃが酒を慎み納めあっぱれ出世なさるよ草葉の陰から祈り参らせそろと涙で書いた高田の馬場まであと半時名古屋八幡大菩薩この安兵衛が行きつきまではおじの身の上守らせてまえ坊さん水だ水をくれ関の孫の足掴み牛込天竜寺竹城の長屋 飛び出すよ滑りは小石を蹴飛ばし砂巻き上げて中等分のっとくかけてゆくこれを眺めた大工に車間床屋も八百屋も米屋の親父も魚屋もそれ行けやれ行け屋さんが 大きな喧嘩を見つけたぞ今夜は誰はずくの目をそうだ後から後
からついてゆく一番後から乗り屋の最強キラーしてよいしょこらしょよいしょこらしょよっさんよっさん喧嘩はよしなとかけてゆく揃えて切りかかる哀れ妻のと若とは次第次第に追い詰められてすでに危うく見えた時馬場に飛び込む安部が席の間をろく抜く手も見せず村上三郎を切り捨てて変にも安部と決めがおじの巣鴨に助立ち出す名乗りを上げてさあこいと脇出し右手左手に天地に構えた二刀流右に左に切りまくる折しもおじの後ろから何なた持って行けんが切り下ろさんとした時に発進と投げた脇差しが背中を貫き見事倒したありさまはさながら鬼人か天魔の技か固唾を飲んで見ていた群衆どっと上げたる歓声おもらぬ爽やかさ花の青年安部の顔に明るい